はい、オープニングはすいませんでした、あの言い切ってしまって、はい、笑っちゃいました。すいません、ごめんなさい。今日は今日は今ここはどこでしょうか。どこでしょうか。どこ。ユニバーサルスタジオレイ。ちゃんと言ってたかな、わからんけど。いつも行く原宿のユニバーサルじゃないですね。そうですねそうですね、違いますね。はいはいはい、やばいですね、俺はもう。やばいね、やばいね。つけてますね、早速。テンション先にちょっと先取りしちゃってますけど、はい、はい、もうマジで、うん、もうほらキャーって聞こえるけど、はい、やばい、来ちゃった。来ちゃいました。今日ね、僕たち4人大阪で仕事があってここ来たんですよ、はい、はい、現在の時刻は今4時1分ですで、ここ閉園が、19時、はい、7時、残り3時間、この企画をやっていこうかなと思います。題して、はい、バレたら即帰宅3時間ユニバー。イエーイ。ルールとしては、顔隠すものなしですよ。なしでしょうか。メガネとか、うん、サングラスとか、そういう、キリがキリがじゃあなんかこういうカチューシャとかそういう被り物は OK。 OKOK、OK、OK、うん、そんな感じで。ミッションとかどうする。まあその都度その都度ね、うん、まあちょっとあるミッションをみんなでクリアしてって、うんうん、はい、まあ、ほんまに気づかれなかったらいや気づかれるから。そう、気づかれる。で、気づかれる程度その LINE はもう完全に誰とかもう名前も言われずとも、もう声をかけられた時点で終了。声かけられたらアウト。うん、それでいこう。はい、うん、そんな感じでじゃあやっていきましょうか。はい、じゃあ3時間バイバイ。エンジン YouTube チャンネル。緊急事態発生です今キャストの方が両の君に気づきました。手めっちゃ震えてますね、大丈夫帰らなきゃいけないのでプリンス出してる。さすが今ださ入って10分ぐらいだよ。さすがにちょっともうちょっと次1人2件じゃん。そんなだ、最初から言ってないもん。あ、すいません、ちょっとお会計して、お会計、お会計して、あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。入園して、はい、入園して、今16時18分なので、はい、あと8分ですね。8分で、はい、草地寮の帰宅です。帽子だけかぶってこう。帽子だけかぶって帰ろう。そうそうそう、あの追加4000円ぐらいしました。4000円したじゃん。あ、似合ってる。いいよ。あ、いいね。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいね、マジ。セスさん、じゃあというわけで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、本当に引き止めませんということで、これガチで帰ります。ガチで帰ってもらいます。ガチで帰ります。僕たち楽しましょう。楽しましょう。はい、今から。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、というわけで、はい、あのカチューシャ買いましたね。はい、買いました。ヒューガ君はピカチュウ。俺テレサ買いました。はい、で最後はねつけてるやつね。僕はもともとモッピー持ってきました。モッピー。はい。はい、ガチで草地帰りました。さようなら。やっぱ人気者ですからね今。そうですから。リーズの王子様出てて。はい、そう。でも。まさかのキャストさんにバレると思う。ね、そうね、お客さんじゃなくてね、めっちゃ手振るって、まさかの可愛らしい。しかもちゃんと自分が並んだレジのっていうのがめっちゃ面白い。まあとりあえずじゃあポップコーン食べよう。そうね、うん、よ、どっか座って食べようか。じゃあそうね、ね、ちょっと買いましょう。じゃあマジで量の帰るんやっていう。かわいそう、かわいそう、かわいそう、マジで。せっかくお仕事終わってな、ユニバめっちゃ楽しい。だって一番楽しい人だね。止まらへん言ったのに。今ポップコーン並んでます。はじくポップコーン。で、あいにくのお天気。ね、ちょっと。でも曇りが一番紫外線強いってこと。そうな。気をつけないと。気抜かんといてください。気抜いてない。おうおうおお。誰がテレさんの声か。おいおいおい。でー。でーん、はい、でーん。これ最低です。 YouTube を捨てました。 本職 YouTuber の癖して、YouTube を捨てて自撮りに走った中谷ヒューガです。はい、あ、すいません、はい、イエーイ、来たかわいいね、パッケージが。で、ミニオンいっぱい。え、食べようぜ。じゃあ、ザキスマにアーンして。せーの。いや、いいよ、なんか。どう？うん、うん。
レーバー。うっすらバナナの風味が。あ、美味しい美味しい。美味しいですね。ポップコーンの良くないとこは止まらんよ。ポップコーンみたいに弾ける。嘘やろマジ。はい、いやいやね、美味しかった美味しかった。いやね今たくさん食べてきましたけど、いっぱい食べました本当に。ひろくよういっぱい食べたな。そうすごいな。バナナ好きかもしれへん。うん、美味しいわ。もうミッションしちゃうじゃん。ミッションやるか。ミッションやっちゃいます。ミッションは、ミッションはじゃあまず、まあ、メリーゴーランドリリース時期でもあるんで、はい、テーマパークでメリーゴーランドを踊ってみたを撮りましょう。撮りますか。はい、はい、それをみんなの前で撮って、人の迷惑にならない場所で撮って。そうっすか。じゃあ、あのメリーゴーランドは、あ、メリーゴーランドのとこ、メリーゴーランドのとこ、メリーゴーランドのとこ、あ、メリーゴーランド、あの裏側に行けば ね、ついてるよ、迷惑かからんから裏行きますか。はい、メリーゴーランドのそばですごいメリーゴーランド踊りましょうか。はい、でそれがミッションですね、僕たちの。はい、そしたらミッションはメリーゴーランドのそばでメリーゴーランド踊る、なるべくバレずに。頑張れ。緊張する。10球だよね。10球もありますよ。多いね、10球行くしかないよ。結構多いね。行ける車やばいから。はい、行くよ。うん、こんなこと行くよ。結構飛ぶね。優しめだね。じゃあ、よし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 、行ける行ける。さあ、あそこら辺狙える。そして、ああ、トニック、神様お願いします。ああ、惜しい。ラスト。じゃあ、いけるぜ。いきます。はい、楽しかったね。よかった。いい高さで。でも最初右それで左それで。真ん中。調整きたんだね。あとは何も考えず投げること。はい、けどいいぞマジであるぞ。帰りましょう。僕帰宅でいいです。はい、お疲れ様でした。僕も外したので、お疲れ様でした。じゃあ、ここで朗報なんですけど、はい、僕エンジンでツイッターエゴサしました今。はい、はい、したらゼロ件です。どうしましょう。優雅くん、おかしいな。優雅くん、大阪出身やろ。なんか大阪の人ちょっとがみつくなくなってるんじゃないか。もっと困るな。最高やな。でもこれから逆に並ぶから、並んでる最中のなんか入れ替えとかでね、もしかしたら声かけられるかもしれないから、今のうちに楽しんどくんね。間違いね。ダメージ目痛いよ。心が痛い。痛いよ。悲しいよ。悲しい。全然悲しくない。その孫やめて。今は普通にまた帰らんでいいから嬉しい。あと20分くらいで乗れるかな。そんなかからんの。15分くらい。楽しみやね。楽しみやん。アトラクション、でもまさか3時間でしかないから1個も乗られへんと思ったけど、ね、乗れるね。ね、嬉しい。
はい、今僕らだけじゃないですか、大阪のユニバいるのは、うん、ちょっとかわいそうなんで、名指しでトイ君に電話かけます。はい、あ、出たトイ君、トイ君今何してんの？台本読んでた。僕たち今ジュラシックパーク並んでます。ジュラシックパーク乗ります。でも言うて1時間半前とか、そう、結構ね、早いのね。トイ君聞いて、16時10分になユニバついて、門入ってんやん。で、16時18分に草地亮のはクルーさんにバレて帰りました。そう、今即帰宅やってんだよ。だから亮のくん帰りました。嬉しいとか、嬉しい嬉しいとか、せいぜい東京で楽しんでください。僕たち恐竜の世界行ってきます。はい、ガオあー風呂上がりっすねこれ。はい、いやーで、日向くんは、なんかね、つまんなかったです。はい、つまんなかったです。ね、滝つばはちょっと伏せてたけど、はい、まあ濡れてたから、一番濡れてました、ね、うん、濡れたからいい、濡れたからいい。でも楽しかったね。はい、楽しかった、楽しかった。俺明日の練習いないかも。本当、僕の大好きなティラノサウルスも見えたから良かった。僕の大好きなブラキオサウルスかっこ体格を見れて良かった。ああ、首長かったもんね、バカ野郎。はい、というわけで帰りましょう。はい、帰ります。東京楽しかったですね。しかも今ちょっと疲れすぎた。楽しみかで行きましょう、皆さん。草地亮乃です。一人で帰りということで今帰ってます。あ、マリオだけ買って楽しく帰ります。バイバイ。なんでだろうな、見つかるの嬉しいことなんだけどね。またね、ユニバーサルスタジオジャパン、今度はバレる企画とかなしで普通に楽しみに行くので、またバイバイ、ありがとうございました。